どうも皆さんこんにちは、着発です。今私はロンドンヒースロー空港に来ております。今からですね、ロンドンヒースロー空港からですね、市内の方ね向かっていきたいなと思うんですけども、今回ですね、このロンドンに滞在するのは1日だけということで、もう今日ね来て明日出ますすごいね慌ただしい感じになってしまったんですけども、まあ、今回ねロンドンヒースロー空港に来たのはですね、まあ、ちょっとね理由がありまして、このロンドンの、ね、ヒースロー空港にはですね、ロンドンのこのヒースローから、パディントンっていうね駅があるんですけども、そこにねヒースローエクスプレスっていうと特急列車みたいなのがね出てるんですよね。でそれがですねスターアライアンスゴールドをね持っていると、まあ、ファーストクラス、まあ、上級のね列車にアップグレードしてくれるということで、それをねちょっと思い出して利用したいなと思いまして、今回ですねロンドンね立ち寄るっていった形になります。まあ、本当はね乗り継ぎでもう次のところ行ってもいいなと思ってたんですけど、まあ、せっかくね来ますので、どんな感じでねアップグレードできるのかっていうのもですね見ていただければなと思います。でチケットはねもう押さえておりまして、公式サイトね概要欄に載せておきますので、まあ、そこからね購入していただければそんなに難しくないんでね、もしね利用される方はそこからね購入していただくのと、あとねクルックというねありますよね、チケットがちょっと安くなるUSJ とかねそういうのもあるんですけども、まあ、そういうのもね安くなるクルックでもこのヒースローエクスプレスねチケット買うことできるみたいなんで、まあ、それもね概要欄に載せておきたいと思います。まあ、そんなもんですかね。まあここのねヒースローエクスプレスの支払いなんですけども、ペイパル使いますんで、まあ、今回の旅ね結構ペイパルねトップキャッシュバックでね貯めましょうって私話させていただいてるんですけども、ペイパル自体ねエスタも払えますし、ヒースローのエクスプレスも払えますし、エクスプレスバスとかもねルフトハンザのあれもね空港バスね支払うのにね使えたりしますんで、いやトップキャッシュバックね本当にこまめにね利用して、まあ利用できるときはですね経由して貯めていくのがね結構いいかなって思いました。本当に今回の旅でねペイパルめっちゃ使ってるんで、ちょっとめんどくさいんですけど、まあアメリカのキャッシュバックサイトなんでやんなくていいかななんていう風にね思う部分が結構多かったりするんですけども、めんどくさがらずにね今後もやっていきたいなと思いました。ということで、行きましょう。トレインっていうところにね向かっていけばいいみたいなんですけども、あ、書いてあるかな、タクシー、カーパーキング、カーレンタ、違えな、あ、バス、あ、違うな。いやヒースロー、ロンドンはそんなにあれですね暑くないですね、涼しい。あ、ありました、トレイントゥーロンドン、はい、ということでこのトレインを目指して行けばこのヒースローエクスプレスね乗れるそうなんで行きたいと思います。でこのアップグレード自体なんですけども、本当にね勝手に乗ってファーストクラスにでチケット切りが来たらスターアライアンスゴールドカードを見せるみたいなね、まあ、そんな感じでいいみたいなんですよね。一応ね不安なんで受付みたいな人がねいらっしゃればちょっと聞いてからね利用したいなと思うんですけども、まあ、ひとまずね行きたいと思います。今ねここにいて、これでトレイントゥーロンドンっていうのがねありますんで、これで行きましょう。なんか特急列車っぽいねアイコンが書いてあるんで、あ、今これ最上階にいるんですね、はい、ということなんでエスカレーター、エレベーター乗ってね下に行きたいと思います。ではエレベーターを、ここはマイナス1階っていうところでしたね。一応地下1、地下1階みたいなそんな感じなんですかね。まあこのヒースローエクスプレスね、どうやらこのヒースロー空からパディントンっていう駅まで15分でつないでるそうなんで、かなり便利ですよね。全然遅れないっていう触れ込みみたいですけども、拝見したブログは行きも帰りも遅れたって言ってたんでまあ遅れるんでしょうね。思ったより離れてますね、もっと近いのかと思ってました。いや今日はね、パリからねブリュッセルを乗り継いでここロンドンに来てるんで、まあまあ疲れましたね、で昨日はねあんまり寝れなかったんで、まあ、最終的に寝れたんですけども、まあでも 3,4 時間ぐらいしか寝れなかったのかな。分かりやすいですね、はい、トレインっていうところを目指して行けばいいだけ でチケット購入するとね iPhone の方はね Apple ウォレットに入れられますんで、まあ簡単なもんですね。地下に入ったら急に暑くなりましたね。いやもう運動のためにね歩いていかないと、
本当にこうね、左側にね歩く歩道みたいなのあるんですけど使わずに、はい、いやーでも本当にスーツケース出てきた時めちゃくちゃ嬉しかったないやー本当にね、手荷物なくなったら本当にきついじゃないですか。まあ、私は今のところねそういう経験はないんであれなんですけども、まあ、今回ね長期間にね海外来てるんで、まあもちろんね旅行保険とかで多分手荷物飛んだら2万ぐらいまで買えるんで、まあお洋服はね一通り揃えられると思うんですけども、でもダメージでかいですよね。まあユニクロとか多分、まあ、ここロンドンだったらまあ多分あると思いますけど、まあでも本当に出てきてよかったです。見つけた時めっちゃ喜びましたでもねまだヨーロッパ移動続きますんでね、今回だけじゃないんです、まだこれからもまだありますんで乞うご期待ですねあ、ヒースローエクスプレスで出ました、はい、ここにねヒースローエクスプレスって書いてありますね、はい、ということで行きましょう。でここねもうあのチケット持ってますんで、あ、ここか、 OK、 ではいいですね、明日だ、よいしょ、ここに来たら急に暑くなりましたね。ということで乗り場に到着いたしました。まあファーストクラスでね直接乗っていいみたいなんで、とりあえず乗ってから考えましょう。ということで今ねベンチに座って待ってます。ちょうどね来た時に行っちゃったみたいなんで、でね遅れてるみたいですね。はい。まあ、ちょっとこの辺でねあの今ベンチに座ってますんで、この辺で待っていたいと思います。ではねあの列車が来て乗ったんですけども。あのこのパディントン行きビジネスクラスとファーストクラスシートはない車両みたいですね。一応全部見たんですけど、はい、ありませんこれはですね明日もう一回あの空港を帰るときにねパディントンからヒースローちょっとねあの高いんですよ、これ25ユーロとかして高いんですけど、ちょっと帰りもね乗ってビジネスファーストねどんな感じなのかね見てから借りたいと思います。いや残念、まあ、こればっかりはしょうがないですね。はい、ちょっとホテルね早めに到着して、ホテルのねサービスも皆さんにね紹介したい部分があるんで、ちょっとこればっかりはしょうがないです。はい、ということで次乗るときにまた乗りたいと思います。せっかくスターアライアンスのカード出した意味なかったですねはい、ここはね普通の座席っぽいんでね。ということで15分でねパディントンって駅まで、行くそうなんで、揺られていきたいと思います。もう本当にねすごい涼しくて、でこの時間は空いてる時間なんですかね、はい、めちゃくちゃ快適ですし空いてますね。私の周りにはね誰一人いないです。ということであと15分ぐらいですね、揺られていきたいと思います。はい、ここで重大なお知らせです。この電車はヒースローエクスプレスではございませんいやね途中駅止まらないって聞いてたんですよ、ヒースローエクスプレスめちゃくちゃ止まってるんですよ今あの乗る列車を間違えましたね、はい、やってしまいましたね。今日のヒースローエクスプレス払ってるんですよね、はい、やってしまいました。でちょっとね到着した駅で、まあ、ちょっと料金のことを店員さんに言って、でちょっと払えって言われたらもう払おうと思います。いやーやってしまいましたね。見てる方はねおかしいなって思ってる方ね多かったと思いますけども、これはねエリザベスラインっていう電車です一応パディントンにこちらの電車も行くみたいなので、ということで、はい、しばらく揺られたいと思います。いやーヒースルエクスプレス代完全に投げ捨てましたね。25ユーロ、もったいな。まあ旅にはこういう失敗もありますからね。いや自分でもまさかですね、まあ、ひとまずちょっと何分かかるか分かんないですけども、はい、行きたいと思います。
まあ、とりあえずパディントンまで行ければね、はい、いいので。やっちまいましたということで、パディントン駅に到着いたしました。まあもうね、過ぎたことはしょうがないんで、お金だけ払う旨だけ駅の人に言って外に出ましょう。もうね7時回っておりますので、早くねホテルに着きたいです。いや、すごい素敵な駅ですね。こんな感じになってます。まあ、ここは特急とかが多分走るんでしょうね。非常におしゃれな感じで、いや、めちゃくちゃでかいんですね。すごい、自転車置き場はここにある。そうだ、ここまで自転車で来て電車乗るみたいな、そんなことができるんですかね。はい、ここに駐輪場があります。映ってます。いや、まずはね、ヒースローエクスプレスと間違えてエリザベスラインに乗るっていうのもあれですし、同じホームに来るんですね。いや、私はもうヒースローエクスプレスしか来ないホームだと思い込んでて、なんか途中止まるっけなとか思って、そこで気づくっていう感じですね。はい、ちょっと駅員さんに行って料金の方だけ支払って外に出たいと思います。で、このパディントンにはですね、ヒルトンホテルがついてるんですよ。ですけど取れなかったです、残念ながら。ということなんで、ちょっとね、タクシーで移動して他のホテルに、ね、行きたいと思います。ちょっとね、ここから歩くとね30分ぐらいかかっちゃうんで、とりあえずお金を払って外に出ましょう。ということで、料金は大丈夫でした、よかったです。クマのパディントンくんがいますね。はい、ここは発祥かふるさとなのか、なんかあるんですよね。ということで、とりあえずウーバーを呼べる場所に行きましょう。駅の外が灰皿設置されて顔を吸えるようになってるんですね。イギリスのロンドンもあれですね、顔を普通に吸えるんですね。だ、日本があんなにね、本当に喫煙所以外吸えないですもんね。ということで、タクシー拾ってホテル行きたいと思います。ここら辺呼んでいいところなのかな。たまに呼んじゃいけないところとかあるじゃないですか。あ、素敵あら、ロンドンも素敵、ロンドン素敵ですね。あ、これがロンドンパディントンホテルですね。いやー、めっちゃこっち泊まりたいですね。まあでもしょうがないでしょう。いや、めちゃくちゃ素敵ですね。いやー、これはまた街歩きが楽しそうですね。いやー、すごい、ロンドン来ました。ちなみにロンドンも初めてです。ここら辺で離れたらいいかな、ちょっといいかどうか分かんないけど、ウーバー呼びましょうということで、今回ね、宿泊するのはヒルトンホテルなんですけども、ヒルトンパークレーンホテルっていうね、ホテルに宿泊します。よし、じゃあこのちょっと開けたところで呼んでしまいましょうかね。滞在はね、今日だけ、明日の夜にはね、もう別の都市に行きますん で私ね、現金も持ってなくて、まあ両替する気もないんですけども、できればね、もう全部クレジットカードでなんとか乗り切りたいなと思ってますんで、ということで、まあひとまずね、ホテル向かいましょう。ウーバー呼びます。ではウーバー呼びました。あ、もうすぐそこに来てる、ちょっと名前が分かんないですね。はい、アラブ系の方ですかね。はい、もう到着するということで、どれだろう、 LS22J、 ここにはいないな。でももうすぐそこら辺にいますね。ではね、もうタクシー来てそこに止まってくれてます。信号が赤にならない、あ、違う、青にならない、いいのかな、青になった。ハロー、 Thank youGot the camera. Thank you. How are you okay? Japanese. Okay. では乗り込みました。今回の旅で初タクシーですね。シートベルトでピピっていうのが。まあ、Uber とかね、私はほとんど使ったことないんで、こんな感じなんですね。めちゃくちゃ暑い。窓開けていいのかな。車で多分ね、7、8分とかそんなもんなんで、
かなり近いと思うんですけど歩くと遠いってやつですね。まあちょっとスーツケース引いてなかったら全然30分ぐらい歩くんですけど、街も見たいんで。でもねスーツケース引いてるとちょっとそうもいかないですよねということなんで、今回ちょっと贅沢しちゃいましたね。街がめちゃくちゃ綺麗ですね。ということでしばらくね寄られたいと思います。疲れましたねなんだかんだ疲れましたね。いやー本当にヒースローエクスプレスを乗り逃したのは本当に痛いではちょっと待ちましょう。ということでホテル到着しました。まあ、外観とかはね、まあ後で見ましょうか。ひとまずね、チェックインしていきたいと思います。もうね7時過ぎてるんでね、チェックインしてるね、こういったのも、ね、出していただきました。おしぼりとミントウォーターだそうです。いやありがたいですね。まさかのシャンパンまで出てきましたねすごいですね。いただきましょう。ということで今ね客室に入ろうとしたらまさかのスイート来ましたねロンドンでやばくないですか。では行きましょう。メイフェアスイート、目を疑ってしまいましたね。では中に入ってきました。うわすげえいやすごいですね。いやちょっとねうわすごいではちょっとねあれなんですよ、ラウンジがねもうやってるみたいなんで、ちょっとねスイートのお部屋紹介したいところなんですけども、ちょっと先ねラウンジ行きたいと思います。すいません。ということでちょっとルームツアーね後でしますので、ちょっとラウンジの方ね行きたいと思います。ちょっとね終わる前にねサービスをね見たい部分もありますんで。いやすごいな。でも後でちょっと詳しくね見ましょう。今ねアルコールタイムということで、今アルコールがありますね。でウイスキーとかもめちゃくちゃ種類ありますね。で下の方にはソフトドリンクとコーラとかもあります。あビールもありますね、はい、そうですね。でもこのハイネケンは 0% のやつですね。でここにワイン、これはちょっと飲んでいいんだか分かんないですねこちら側に2缶、あとリンゴとかあります。でこっちにワインですね。あワインもめちゃくちゃ種類ありますね。おシャンパンまである、すごい。シャンパンまであります。でこちらは一緒ですかね、はい、っていう感じですね。今こちらがカクテルタイムの時間になっております。いや非常に高級感がありますね。すごいですね、誰も利用している方いらっしゃらないということで、いやめちゃくちゃいいです。ということでちょっといただきましょうかね。ということでホテルランチに入ってきました。座席にはねこんなお花が置いてありまして、誰もね利用しておりません。いやめちゃくちゃ高級感もありますね。で大変申し訳ないんですけども、7時半でね食事タイムが終わってしまったということで、アルコールはねまだあるんですけども、まあ、これもですね今どんどん下げられていってる感じですね。いやもうちょっとねしょうがないですねということで、まあ、シャンパンねいただきたいと思います。で今ねお店できたお酒等々もそれも一部で、ビールとかもね本当あるみたいなんですけども、ビールもねもう終わってしまったということで、今ねちょっともうお見せすることができないっていった形になりますということなんで、めちゃくちゃ高級感あるんで非常にいいですねということで一杯ね飲んで、ね、客室ね戻りたいと思います。いやーすごいですね、うん、明日ね一応レイトチェックアウトはね今リクエストしてるんですけども、まあちょっとね
スイートルームに今回アップグレードしてもらえたので、もしかしたら厳しいかもしれないですね。うん、まあこれもしょうがないでしょう。まさかのスイートルームでしたね。びっくりです。ということで、これを一杯飲んでね、客室の方に戻ってルームツアーねしたいと思います。いやーすごいですね。でね、ここね、パークレーンっていう、多分これ公園だと思うんですけど、違うのかな。はい、このラウンジからね、通りが見えるんですよ。ちょっとね、鳥糞とか映ってなければいいんですけども、窓はそんなに綺麗じゃないんですけども、でもこの景色はね、本当にめちゃくちゃ最高ですね。はい、ということで、ちょっと一杯飲んでからね、客室に戻りたいと思います。それでは改めまして、客室に戻ってきましたので、ルームツアーやっていきたいと思います。いやーね、今回スイートルームということで、めちゃくちゃありがたいですね。ではまずベッドルームから行きましょうか。こんな感じになっております。いやーすごいですね。扉がね、こんな感じになってまして、両サイドからね閉める感じになっております。いやーすごい。で、こちらにテレビが、こちら50インチぐらいですかね、かなり大きいです。で、引き出し等々は何も入ってないですかね、はい、で、隣にねクローゼットがあります。中には、あ、スリッパがある、ありがたいですね。スリッパ入っております。ここにドライヤーがあるんですね。あと金庫と、あとシュークリーンですかね、あとアイロン台等々が入っております。いやー、スリッパがあるの本当にありがたいですね。ヨーロッパはスリッパが結構サービスされるんですね。次に景色ですね。どうでしょうか。これはすごいですね。いやーすごい、すごい奥の方にね、観覧車とかまで見える。いやーすごいですね。しかもちょうどこの窓のところにね、ちょっと座れるような感じになっておりまして、景色を眺めながらね、一杯やるなんて感じでね、利用できますね。いやーこれはテンション上がりますね。いやーすごい。いやーありがたいですね。ここにねボタンがありまして、あ、すごい、自動だ、自動で開閉できるんですね。はい、自分で閉めるんじゃなくて、ここで制御する感じですね。で、ベッド周りにはですね、これは iPad ですかね、あ、違うな、まあ、タブレットがあって、まあ、いろいろ利用できると。で、こちら側にはですね、コンセントが2つですね。あと電気ですかね、ちょっとこれは分かんないな、何のスイッチか分かんないですけども、ここにねコンセントあるんですけども、このボタンはちょっと何なのか、電源入れるボタンなのかもしれないですね。では次にベッドですね。はい、こんな感じになっております。いやーでかい。すごいですね。いやースイートルームってのはすごいですね、本当に。で、反対側にはこっちにはコンセントがない感じで、電気があって電話があります。あとこれは、あ、これで全部消えるんですね。あ、いいですね、分かりやすくて。はい、ということで次はリビングルームに行きましょう。はい、こんな感じでリビングエリアがあります。いやすごい。はい、でここにですね、あれですね、エアコンの制御できるボタンがあるんですね。今21度で設定されております。かなり涼しく設定されておりますね。はい、でこちら側に、ソファーが、一脚用のソファーで、こちらに電源があって、でこちらですね、カーテンを開けるとまたロンドンの景色が楽しめると。あ、このドアはね、開けないでくださいっていうふうに書いてありますね。ではですね、次にこちらテレビ、やばい、これは今まで滞在した中で多分一番でかいですね。60インチ以上ありますね。これ何インチあんだろう、これ、これ70か80だか、そういうレベルですね。めちゃくちゃでかい、すごいですね。さすがスイートルーム。で、下の方には冷蔵庫ですね。で、こちらはケトルと、何が入ってんだろう、あ、ネスプレッソが向こう、ネスプレッソを見た、あ、ネスプレッソですね、向こうにネスプレッソがあるんですけども、それのカプセルが置いてあります。いや、いいですね。あとこれは何だろう、はい、ダブルチョコレート、これは無料なのか無料じゃない、多分ここにあるんで無料だと思うんですけども、はい、こういうのと
下には缶切りとかね、シャンパングラスとかグラスが入っております。で冷蔵庫です。あ、冷蔵庫は全部空になってるんですね。いいですね。多分これはもともと取ったらチャージの感じになってたと思うんですけども、今多分コロナ対策で多分入れてないのかもしれないですね。でこちら側に、先ほどのねネスプレッソのカプセルあったと思うんですけども、そのカプセルの機械ですね。これネスプレッソの、あ、でもこれ違うんだ、デロンギなんですね。失礼いたしました。こちらデロンギの機械でカプセルを入れてコーヒーが飲めるっていう感じですね。でこちらが説明があって、まあ、これは多分無料のお水だと思います。まあ、特に有料って書いてないんで多分これは無料で利用できると思います。でこちらにコンセントですね。かなりたくさんありますけども、はい、今まで使ってたコンセントとまた違う形状のやつですね、はい、一応2つセットされてまして、あと電話がありますね。でこちらですね、リビングエリアにソファー、3人掛けのソファーですね。こんな感じです。いやーすごいですね。まさかスイートルームとは思わなかったんで、ダイヤモンドステータスの特典では本当にすごいですね。では次バスルーム行きましょう。ということでこちらがバスルームです。ヒルトンロンドンパークレーンホテルのスイートルームのバスタブです。まずこっちから見ましょうかね。おーすごい、すごい、何これ。まず歯ブラシあるのが初めてですね、ヨーロッパで歯ブラシがあります。あとこれはシェービングキット、すごい、ヒゲ剃りもあるんだ。これもヨーロッパでは多分初ですね、ホテルでは。ですごい、これなんだろう、このブランドが使われてます。ヒルトンではね基本的に同じブランドなんですけども、このテンプレスパっていうね、ちょっと読み方が分かんないんですけども、これはマウスウォッシュですね。はい、すごい、これがセットされてるんですね。でお手洗いがありまして、こちらバスタブですね。バスタブもめちゃくちゃ大きいですね。はい、私が入っても十分過ぎそうですね。でこちらに石鹸と体洗うやつですかね、これは置いてあります。いやーすごいな。でこちら側にタオルとグラス、あとこちらに石鹸ですね。あとこれが、これあれですね、消毒液が入っても置いてありますね。いやこういう時期なんでいいですね、ありがたいです。で下にタオルが入っていて、正面にはねこんな感じで大きいね鏡があります。で拡大鏡とかもこちらにありますね。はい、でこちらにねガウンがありまして、すごいこういう独自で巻き方があるんですね。こんな感じでガウンがあります。でシャワーブースがね、はい、独立してます。まあ固定式のみということで、こんな感じで洗い場と湯船でね分かれてる感じですね。これは本当にありがたいですね。これねないと結構ベタベタになっちゃうんでね、ありがたいです。で中にねこういった感じでシャンプーとね体洗い、こちらにもセットしていただけてるんですね。これはありがたいですね。しかもすごいめちゃくちゃ分かりやすいですねこれいいですね。はい、っていう感じになります。いやーすごいですね。ということでこちらね一泊お世話になります。まあちょっとねレートチェックアウトを利用できるかどうか分かんないんですけども、まあでもこんないい客室にね入れていただいたっていうのもありますんで、まあレートチェックアウトできなくてもしょうがないですね。一応もともとは12時みたいなんですけども、まあ、できればねロンドンね明日の夜ね経ってしまうので、まあちょっとね5時ぐらいまでね客室利用させていただきたいんですけども、まあ多分マックスは4時とかね3時とかそこら辺だと思うんで、まあこれはちょっとね一応明日もう一回聞いてみてくださいみたいなね、まあそういった感じになりましたけども、まあできればいいかなっていうところですね。いやーでもねヒルトンダイヤモンドステータスね今回私持っておりますけども、まあ今日7月じゃないですか。7月って基本的にまあ7月8月は夏休みのホリデーシーズンなんで、こういったねスイートのアップグレードみたいなのは正直ね多分無理だろうなって今回の旅では思っていたんですけども、スイートルームねアップグレードしていただいて本当にありがたい限りですね。いやー本当にねヒルトンのダイヤモンドね持っていて本当に良かったなと思います。ぜひね皆さん
こういったこともねあり得るっていうことをですね、ぜひ覚えておいていただければなと思いますね。この客室いくらするんでしょうね。1000ユーロは多分超えると思うんで、まあ今のねあの円安の換算だと多分まあ10万円以上は余裕で超えると思いますんで、いや非常にありがたいですね。はい、ということでこちらね一泊お世話になります。で今日ね、今8時41分で、あとね1時間か2時間ぐらいね、日の入りまでね時間ありますので、夕飯ね食べに行きたいなと思います。ちょっとね近くにハードロックカフェがあるんで、まあ、今日のところはねちょっとあんまり夜にねロンドンとはいえあんまり外に出歩くのねあんまり私好きじゃないんですよね。はい、まあ、ニューヨークだったらまだしもね全然来たことない場所はね夜出歩くっていうのはねちょっと危ないかななんていうふうに思いますので、まあ、今日のところはねちょっとハードロックカフェで、まあ、軽くね夕食いただいて帰ってこようかななんていうふうに思ってるんで、まあホテルで食べるかそのハードロックカフェで食べるかちょっと迷ったんですけども、まあ、せっかくねロンドン来てますんでちょっと外も出たい気分もありますんでねちょっと行きたいと思います。はい、ということでひとまず、ハードロックカフェの方ね夕食行きたいと思います。では行ってきます。では今もねお出かけに行きます。エレベーターがねこの方式なんですよね。この押したら来るみたいなありますよね。昔マリオットマーキスもニューヨークのこれだった気がしますけど、来ました。はい、ということなんで乗ったらね特に選ばないみたいな何も押さないみたいな感じですね。はい、エレベーター結構大きいですね。それでは外に出てまいりました。もう本当にねハードルカフェはすぐそこにあるみたいなんで、ちょっとブラブラ歩いていきたいと思います。いやーロンドンもすごい素敵な街ですね。これは住宅街なんですかね。普通にここら辺とか上の方はねお家にっぽくなってるんですけど、どうなんでしょうかね。あ、ロンドンもめっちゃ物価高そうですもんね。あ、ハードロックカフェありましためちゃくちゃ近い。あ、ロンドンは縦列駐車なんですね。今車が止まったんで何かなと思ったら普通に縦列駐車でした。ということなんでハードロックカフェ着きました。まあ、今日はここで軽く食べて今日のところは終わりにしたいと思います。では行きましょう。ということでハードロックカフェね予約でいっぱいということで断られてしまいました。いやすごいね繁盛してたんであれやばいかもと思ったら、やばそうでしたね。テイクアウトもできないかって聞いたらテイクアウトもできないということで、まあ、ちょっとねホテル周りうろうろしてもうダメそうだったらルームサービスで行きたいと思います。ちょっと高くつきますけども、まあもうしょうがないですね。してはちょっとここら辺散策したいと思います。まあ、ちょっとお店があればね入っちゃいたいと思います。フィッシュ&チップスが食べたいですね、せっかく来たんですから。ということで客室にね帰ってまいりました。まあ、残念ながらですねもうね夜の9時半ということで、まあ、飲食店もねほとんどね店じまいをしている感じなんですよね。ですので今ねちょっとホテル戻ってきてインルームライニングのねメニュー見てるんですけど、ここにもねフィッシュ&チップスって書いてないんですよね。ですんでちょっとねこれ電話して頼むみたいなんですけども、まあ、一応ね聞いてみて、まあ無理そうだったら、まあ、今日のところはね、まあ、なしでもいいかななんていうふうに思いますので、まあ、今日ね結構疲れてますんで、まあ、あとねお風呂入って寝るだけって言った形になりますんで、まあ、一応ねちょっと聞いてみるだけ聞いてみて、もし無理そうだったらね今日のところはね休みしていただこうかなと思います。いやーロンドンねめちゃくちゃテンション今上がっております。明日ねちょっと一日ね時間は限られますけども観光ねしたいと思っておりますので楽しみですね。ということで今日のところはねこんな感じで休みたいなと思います。それではまた明日です。あ、もしね注文できて食べれそうだったらねちょっと後でね撮影だけは入れます。おはようございます。ただいまある時刻は6時34分でございます。はい、ぐっすり寝れました。
はい、でこのホテルはですね、あのゴールドステータスとダイヤモンドステータスの方にね、朝食サービスねやっておりますので、今からね朝食食べに行きたいと思います。確か6時か6時半だった気がするんで、もうやってると思うんですけども、ちょっとねあの行ってみたいと思います。あーすげー、蜂蜜がすごい、美味しそう、わあすごい、すごい、こんなに充実してんの、朝食めチョコクロワッサンだからな、すごい、シリアルと、ということで朝食会場入ってきました。ヨーグルト、ブルーベリーヨーグルトっぽいやつ、あとクロワッサンと、とうとうね、はい、もらってきました。トマトとクロワッサン、チョコクロワッサンと、あとね、蜂蜜、あとソーセージと、これハムかと思った、あのベーコンかと思ったら、このね、普通の豚肉の焼いたやつっぽいんですよね。これとオレンジジュース、コーヒーということでいただきます。やっぱりここのイギリスの朝も皆さん遅いんですかね、はい、私以外お客さん誰もいないですね。ここ7時からオープンみたいで、最初行ったらねまだ閉まってましたいやーすげー、今ねちょうどこのパークレーンをね眺めれる場所でいただいており、いただこうとしておりますけども、いや非常にいいですね。でもあの今ハーパンと半袖なんですけど寒いですクーラーガンガンで、これちょっと長袖長ズボンで着た方がいいかもしれないですね。あ、オレンジジュースうまということでいただきましょう。美味しそうなものばかりなのと、なんか高そうなものばっかりでびっくりですね。ソーセージ、うん、これはトマトの焼きトマトですかね。ベーコンだったら豚肉だったっていうお肉、やはりこれは間違いなくベーコンではなく普通のお肉ですねではちょっとクロワッサンいただきましょうか。クロワッサン、チョコクロワッサンにしました。これちょっと初めて見ますね。チョコの味がしっかりして非常に美味しいです。周りにもチョコがついてますけど、中にもがっつりねチョコレートが入ってます。名古屋マリオット以来じゃないかな。蜂蜜のすつきの蜂蜜ありますよね、名古屋マリオット。今もプラチナじゃ入れなくなったかもしれないラウンジに。いただきます。甘くて美味しいですね、うん、ということで、あとはこちらですね、いちごとブルーベリーとキイチゴのパイみたい。いや、めちゃくちゃ美味しいですねこれね、うん、まあ、ハイカロリーなのは分かってるんですけども、これは食べてしまいますね、うん、いやめちゃくちゃうまい。とブルーベリーヨーグルトいただきます。いや、これはブルーベリーヨーグルトです。はい、非常に美味しい。ヨーグルトもね、いろいろ種類がありましたね。そう、コーヒーマシンがですね、あのなんですか、台にねくっついてるやつでタブレットで押してやるやつでした。やり方が分かんなくてね、店員さんに教えてもらいました。あれね、あの普通のコーヒーマシンで、あの勝手に止まるじゃないですか。あの勝手に止まんないやつなんで、ちょっと映像ね軽く出しておきますけども、あの気をつけましょう店員さんが止めて止めてみたいな感じで止めないとね、ずっと入り続けて、まあ、好きなだけ出るみたいな、まあ、そういう感じですね。だからカップサイズに応じて、あの自分の好きな量をね入れれるっていう感じになってるんで、はい、お気をつけください。いやめちゃくちゃ美味しいですね。いやここステータス特典で、ね、朝食入れるのすごいですね。だからこのゴールドステータスでもダイヤモンドステータスでも入れますからね、いいですね。うん、ヒルトン系列のヒルトンホテルばっかり泊まってるんで、まあ、パリもそうですけども、このロンドンもヒルトンホテルなんで、昨年だっけ
いや今年の頭ぐらいになったんですか、ね、ビーマンバウチャー2枚もらえるキャンペーンありましたけども、それでもこういったホテル泊まれますしね、めちゃめちゃいいですね、うん、いや本当にこのゴールドステータスの朝食ね、本当に今アメリカホテルクレジットに切り替わってますけど、なくならないでほしいですね、うん、ゴールドでこの朝食食べれるのは本当にいいですね。ということで、あとはゆっくりいただいて観光行きたいと思います。ちょっとレートチェックアウトもね、後でチェックしていきたいと思います。今日ねもうチェックアウトしてロンドン去りますんで、はい、ということで、あとはゆっくりいただきましょう。ということで、今ねホテルの前に出てきましたけども、こちらねヒルトン、ロンドンヒルトンパークレーンホテルですね。外観こんな感じになってまして、ここがねメインの入り口になっております。で、右側にカジノとかあるんですね。イギリスってカジノあるんですね、全然知りませんでした。で、上の方に行っていただくとタワーホテルみたいなね、まあ、そんな感じになっているみたいですね。はい、ということで観光の方ね行きたいと思います。非常にね高級感のあるホテルで、まあ、外観からそんなに高級感出てないんですけど、中入るとね結構高級感あります。でね、ホテル全体が若干甘い匂いがねずっとしてるんですよね。これはちょっと何なのか分かんないんですけども、そんな感じになっております。ということでロンドン観光行きましょう。いやー、めちゃくちゃ素敵ですね、街並みが。ちょっと街並みが飛んでるかもしれないですけども、いや非常に素敵です。いや、ロンドンね今朝9時ぐらいなんですけど、あ、多分な、今ね朝9時ぐらいなんですけども、寒いかなり肌寒いです。一回ねハーパンと T シャツで外出てきたんですけども、で戻りましたね、寒くて。多分ねこれから日が昇って昇りきるとね、まあ、結構暖かくなるかななんていうふうに思うんですけども、今日ね、7月の14日かな今日は、はい、もう7月の中旬なんですけども、まだね朝かなり寒いですね。日がね出てますんで、日当たりずっと歩いていけば多分めっちゃ飛んだ、あの暖かいと思うんですけども、日陰はかなり寒いですね。ロンドンの街も素敵ですね。で、まずね今回行こうと思ってるのは、バッキンガム宮殿ですね。まずこちらに行きたいと思います。このパークレーンホテルからね歩いて10分ちょっとぐらいなんで、まあ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 全然散歩がてら行けますね。で、今日ねレートチェックアウト午後2時までね利用可能ということですので、いやー、ダイヤモンドステータス持っててよかったですね。無料で2時まで使っていいですよって言われました。ありがたいです。ですので、まあ、12時ぐらいね目安に帰ってこようかなと思います。まだパッキングもしてないんでね。で、ここにシェラトングランドホテルがあります。かなり近いですね、ヒルトンのホテルと。はい、もしねシラトンの方がいいっていう方はこっちの方がいいですね。日陰だとねちょうどいいぐらいなんです。日向行くと一気に飛びますね。すごいな、これ Google マップで検索した道なんですけど、本当になんか住宅街の間みたいなところを歩いてる。すごい、ここは駐車場なんだ。月決め駐車場みたいな感じなんですね。いや、ロンドンのなんか裏道を歩いてる感じがしていいですね。わ、すごい、ここ入っていいとこだったわ。ロンドンがねこんなに涼しいと思ってなかったですね。普通に夏で暑いと思ってました。で、ロンドンといえばやっぱりこの2階建てのバスですよね。これですよね。今回ね、ロンドンの滞在がね短いので今回乗らないです。ちょっとね現金で乗ろうと思ったらこれ現金使えないみたいで、なんかオイスターカードもしくはトラベラーカードっていうねカードを買わないと乗れないみたいなんですよね。あれ、これに歩道があるはずなんだけど歩道がないな。これかな、あ、これ歩道なんだ。あ横断歩道あるんですけど、特にあれなんですね、地面に横断歩道のマークとかはないんですね。はい、でも向こうにね信号があるんですよ。青になりました。ああ、そういうことだ。
ということで、この公園を抜けて行くみたいですね。この公園も素敵な感じですかね。ああ、いいですね。散歩してる人だったり、ジョギングしてる人だったり、まあ、カメラ持ってる人たちもいるんで、あれですね、観光、まあ、バッキンガム宮殿向かう人もいるんでしょうね。いや気持ちいいな、セントラルパークみたいな本当にそんな感じがしますね。ちょっと目の前から大声出して歩いてる人がいたんでちょっと避けて芝生の方を歩いてたら大声で電話してるだけでしたね。ちょっともう前回のニューヨークの体験でもう大声出す人からもう即逃げるっていう、ね、感じになりましたね、はい、ちょっとまたニューヨーク行くときもちょっとビビりそうですね。あ、よかったよかった。おお、もう目の前に見えてきてるのがバッキンガム宮殿ですね。人めっちゃ増えてきた。あ、これがバッキンガム宮殿ですか。あ、ちょっと今信号が赤なんで信号が青になるまでここで待ちましょう。そこから先ね、ずっと日向ゾーンですね。いやー、到着しました。いや、ヒルトンパークレーホテルからめっちゃいいですね。10分もかかってないんじゃないかな。ちょっとね、パディントンからはちょっとあるんですけど、まあまあまあ、まあ、私はタクシー乗りましたけど、あそこもねバス走ってるみたいなんで、まあ利用しようと思えばっていう感じですね。はい、到着しました。これがバッキンガム宮殿です。いや、観光の方もめちゃくちゃ人が来ておりますね。すごい。センターはどこなんだろうな。あ、真ん中はこっちみたいですね。ちょうどあれですね、全体を映すのはちょっと難しそうですね。まあでもこれでかっこいい。あ、これでいいですね。はい、門が目の前に結構ダンとあるんで、もうちょっと離れた方が綺麗に見えるかもしれないですね。いやー、これがバッキンガム宮殿ですか。すごい。警備員の人が立ってますね。あの微動だにしない感じすごいですね。ちょっとできるだけ拡大してお届けしますけども、今ねこの兵士の方のこれは何の時間帯なのかちょっと私の知識はなくて申し訳ないんですが、交代の時間なんですかね、はい、皆さんね一気にカメラを構えたんで、なんだと思ったらこれだでしたね。有名みたいですね。ああ、いや見れてよかったです。これで終わった感じですね。で途中からねもう一方ね左側にいらっしゃるんですけど、次はねこちらの方が、はい、始まりましたね。いや見れて非常に光栄です。では行きましょう。ちょっとね反対側の噴水のところに来てみました。こうやって見ると全体が見れていいですね。はい、バッキンガム宮殿はこんな感じになっております。いやすごいですね。で反対側にねこういった感じの
これなんて言えばいいのかちょっと分かりませんけどもありまして、まあ、ここも観光スポットになってるのかな。こんな感じでね、はい、像とかもあります。それでは次ここからね、ビッグベンまで行きたいと思います。こちらね、改修工事をもしかしたらしてて、まあ、うまく見れないのかもしれないんですけども、まあ、せっかく来ましたんでね、はい、まあ、この修復されているところっていうのもね今でしか見れないと思いますので、行きたいと思います。いやーめちゃくちゃ素敵ですね、ここ。ということで来た道を戻ってこの反対側に渡ってね歩いていきたいと思います。この場所はなんか歩行者天国みたいになってるのかな。車は通らないんですね、ここは。いや横断歩道がないから最初どうするんだろうと思ったらみんな普通に渡ってるからここは車通るところじゃないみたいですね、まあ、制限エリアみたいな感じなんでしょうね。いや警備員の人もね、はい、この入り口にもねいますし奥にもいますし、ちょっとあれですね、ライフルを持ってるんでちょっと怖いですね。ということでバッキンガム宮殿を後にして次の方に行きましょう。いや観光客の方もめちゃくちゃ多くていいですね、うん。この脇の道なんですけどもいいですね。カメラ越しだとあんまりおしゃれに見えないないやなんか肉眼で見てるとすごいね、あのおしゃれ通りなんですけど、レンズ越しで見ると普通の道ですね。失礼しました。ここから15分ぐらいでしたっけね、歩いて。ですのでまあいいでしょう、ゆっくりとことこ歩いていきましょう。昨日はねずっと移動してラウンジいて繰り返してたんでいいんじゃないでしょうか。バッチリ運動できてると思いますんで今日は歩きで行きたいと思います。いやーやっぱり飛行機ばっかり乗ってるとね運動不足になりますよね。楽しいことは楽しいんですけども、で結局ラウンジ行ったら絶対ビール飲んじゃうしねそれは自分のせいなんですけど、いいですね。木陰で本読んでる人とかいますね、木に寄っかかって。いや本当にドラマのワンシーンみたいな。本だと思ったら携帯いじってました。日陰がいいですね。あ、こう真ん中は湖になってるんだ、うん。あ、鳥もすごい、めちゃくちゃ鳥いる。ちょっと多分サムそこで映るかな。こっからだとちょっと逆光で全然見えなさそう。ここも観光スポットルートなんですかね。旅行者っぽい人たちが非常にたくさんいらっしゃいますね。ということで、あ、さっきねちょっと白鳥とかいたんですけど今はいないですね。でも非常に気持ちがいいですね。あ、ここからバッキンガム宮殿の一部が見えるみたいな、まあ、そんなスポットにもなってるんですね、位置関係的に。でこっち側はこっち側でちょっとレンズ越しだと映ってないかもしれないですけど奥にね観覧車とかも映ってますね。いやいい。あ、やはり皆さん記念撮影されてますね、うん。やっぱりバッキンガム宮殿が後ろに映るんでいいですよね。いやーここいいとこだわ。子供連れて行きたいですね。走り回りそうでいいですね、うん、そして鳥のさえずりがまたいいです。癒されますね。アイスクリーム屋さんとかも昼日中は出てるみたいですね。ちょっと今クローズしちゃってますけど、トレーニングしてる人もいる。いいですね。しかもまさかのトレーナー付きでボクシングしてるっていう、ね、
いいね。いやー素敵だわ。向こうは住宅街なんですかね。すごい素敵な建物。パリもそうでしたけど、本当にどこを撮っても絵になるような街並みですね。ちょうどこの並木道も今人がいらっしゃらないんで、いやー素敵ですね。ここもドラマとか映画とかに使われてそうですね。多分私が知らないだけできっと使われてるんだろうな。めちゃくちゃ綺麗。ここの通りも綺麗ですけど、建物も綺麗ですんでね。あ、もうこれまっすぐ行ったらビッグベン到着ですね。思った以上に近い。ていうか知らないところを歩いて、なんかいろいろ見ながら歩いてると15分は結構あっという間ですね。いや非常に素敵な公園でした。あれだもう出てきました。見えますかね。はい、建物の間から出てますね。あ、普通に時計台見れるんですね。あ、良かったです。全体を修復しているとかそんな感じだったのかな。なんかそんなようなのを見たんですけど、私の見間違いかもしれないですね。ロンドンも信号は赤でも車いなかったら通れ的な感じなんですね。いやー、またおしゃれなとこに入ってきましたよ。いやー美しい。いやめっちゃ綺麗ですね。左右こういったね建物でつながってる感じですね。パリもそうでしたけど、本当にこれ美しいですね。ここも高層ビルがないからやっぱり建てちゃいけないとこあるんでしょうね、きっと。あ、歩いてる方もかなり増えてきましたね。てかこのイギリスの街は未だにこの電話ボックスっていうのが、まあ、有名ですよね。まあ、使われてるかどうかは知らないですけど、やっぱりランドマークになってるからまだ残ってるんですかね。うん、やはり観光客の方もねみんな写真撮ってますね。で中に入るとちょっと異臭がするらしいんで、ちょっと開けるのはやめておきましょう。はい、到着しました。あ、レンズ越しだと結構遠いですね。はい、ビッグベンです。いや嬉しい、初めて来ました。もうちょっと近づきましょうかね。あーすごい。あ、全体を改修工事してるみたいな感じですね。ですのでこの時計塔自体は今のところは見れる。で右側の方にねシートかかってんの分かるかなと思うんですけども、右側の方が今改修工事してるんですね。ああすごい。いやー、ザ・ロンドンですね。このね、これがロンドンの地下鉄みたいですね。アンダーグラウンドって呼ぶらしいです、あの地下鉄のことをね。はい、あ、信号青になる。歩きタバコしてる人が少ないですね、ロンドンは。ですんで、まあ、床はそんな綺麗じゃないですけど、でもタバコの吸い殻とか少ないかなっていう気がします。はい、結構近づいてまいりました。はい、ビッグベンですね。せっかく来ましたのでちょっと一周しましょうかね。やばい、信号が赤になる。いいですね、ちゃんとカウントダウンがあるだけ本当にいいフランスは本当に何にもなく急に赤になるんで結構怖かったです。いやすごい人だ。なかなか難しいですね、うん、この近距離だとなかなか綺麗に映らないですね。今ね周りを歩いております。あ、すごい修復作業がずっとされてるんですかね。
タイルがね、されたであろう場所とそうじゃない場所が結構くっきり分かるような感じになってますね。今ツアーの観光客の方とかもいらっしゃいますね。はい、こんな感じで今改修工事がされている感じですね。まあ、でもね、時計台の方がこうやって見れてよかったですね。はい、ちょっとここからちょっとだけ望めるこの時計台で、このこちらにあるのがウェストミスター寺院ですね。間違ってたらすいません。こちらも今改修工事をされてるんですかね。いや、こちらも非常に美しいですね。いや、めっちゃ綺麗。これ中とか多分あれでしょうね、ステンドグラスとかになってるんでしょうね。そんな感じが上の方からね垣間見れるんですけども、中には入れそうもないですね。多分やってないのかな。ということで今ビッグベンからねちょっと歩いてきました。ちょっと人が多すぎたんでね、ちょっと離れたとこから再開しております。いやー、本当にロンドンも街ブラ最高ですね。全然見てて飽きないし素敵すぎますね。もうちょっと滞在したかったですね。まあ、今回はね、まあ、他にも言って他の動画でも言ってるかもしれないですけども、特典航空券をね中心に今回の旅程、まあ、滞在数とかを決めてますんで、これはねちょっとどうしようもできなかったですね。本当だったらあと、ね、ロンドンに3泊とかねできたらすごい良かったんですけど、こればっかりはどうしようもないですね。まあ、今回ね ANA の特典航空券がメインなんで、もう本当にもっとね先にね先の時期で、ね、予約すれば全然もっと行けるんでしょうけど、私はね本当に2ヶ月前ぐらいに全部の予定を取ったんで、あれですね、空席次第でここの路線乗れる乗れないが決まってくるんで、まあ、それを合わせたらねこんな滞在数になってしまった感じですね。まあいいでしょう。まあいろんなところに行けてね、飛行機乗れてますんでね。銅像は本当に多いですね、ロンドンは。もうちょっと何かわからないですけど、はい、銅像がね結構立っていますね。で次はですね、ちょっと大英博物館、まあ、ちょっと中はね入らないんですけども。まあ、ここもねちょっと見たいなと思ってまして、ナイトミュージアムのロケ地になってますよね。まあ1がニューヨークで、ここは4かな3かな、はい、なってるということで、まあ、ちょっとここもね見ておきたいなと思いまして、今歩いて向かってます。まあここもね歩いて20分ぐらいだったかな、まあ、街ぶらしながら行こうと思いまして、はい、銅像めちゃくちゃ多いですね。でもここら辺はなんかあれですね、パリみたいに左右お店がたくさんあるみたいな感じではなさそうですね。あそこになんかコンビニっていうか売店みたいなのはねありますけども、いやでもすごいな、本当にこの2階建てバスってめちゃくちゃ走ってるんですね。めちゃめちゃ走ってます。いや、まさか現金で乗れないとは思わなかったですね。これね、博物館みたいなんですけども、大間さんもね乗ってる人も本物だったんですね。びっくりしました。すごいすごいですね。ちょっと遠目から見て人だかりになってたんで、なんだろうと思ってたんですけど、まさかの私は置物的なものだと思ってたら本物の人と大間さんでしたね。はい、いやいいですね、街ブラ楽しいです。今回の動画もあれですね、私の好きなところばっかり行く動画で本当に申し訳ない限りですけども、ご視聴いただいている方本当にありがとうございます。いやーすげー、またいろんな街で街並みが違って本当に面白いですね。きっと外国人からする方の日本もきっとそうなんでしょうね。だってこんな感じだったらまた日本と全然違いますもんね。まず日本はビルとビルつながってないですからね。でもこれリアルな話、なんか水道とかガスとかそういうのが壊れたら大変そうですよね。全部つながってるし、
とか考えてしまう私です。あ、この辺はあれなんだ、お土産屋さんがあるみたいですね。イギリスの置物的なのと、こっちは屋台みたいなので飲み物とか買えますね。早いもんで、もう時刻は10時半。ちょっと大英博物館も見たいですし、あとフィッシュ&チップスも食べたいですね。とりあえずそれだけは死守してロンドンを終わらせたいですね。いや、すごいですね、ここ。ちょっと遠いですけど、噴水と広場になってて、非常にたくさんの方がいらっしゃいますね。あ、ここは結構あれですね。出店が結構あるような通りになってます。右側はね、そんなにないですけど、左側は結構ありますね。ちょっと何屋さんか全然わかんないですけど。これは教会かな。これはレストラン、バーっぽいですね。あ、両替場とかある。これは金とかを買い取ってくれるところかな。で、バー、あ、じゃないです。デリみたいな、潰れちゃってますね、でも。お、携帯屋さんもあります。スーツ屋さんとかもあるんだ。英国紳士ってやつですね。お店が立ち並んでます。ここもコンビニみたいな。ここは劇場かな。こっち、あ、そうっぽいですね。こんな感じでサイのお店が広がっております。いや、非常に。 What game was that? Crane 3? Crane M3。 Is it good? Yes。今イギリスのボーイに声をかけられて、このクレーン M3 っていう、私がこの今一眼乗せてる、まあジンバルっていうのがねあるんですけど、まあ一眼レフで動画とかをね、手ぶれなしで撮ろうとか思わない限り、まあ出会うことはないと思うんですけど、あるんですよ、ジンバルっていうのは。まあそれに乗せてこの動画撮影してるんですけど、そのクレーム3、それはクレーム3ですかみたいな感じで聞かれて、クレーム3はいいかとどうなんだみたいな感じで、教えてみたいな感じで、すごい若い男の子っぽかったけど聞かれました。はい、なんとか聞き取れたんで、うん、ベリーグッドって言っておきましたねいや、このねクレーム3っていうジンバルなんですけど、私が使ってるのは、ちょっとカメラの話になって申し訳ないですけどね、これね、小さい割にはね、一眼レフと結構重たいレンズも乗せてもバランス取れるんで非常にいいですね。前回のニューヨークの時はまた別のねジンバルで行ったんですけども、今回これで今回ってますけども、本当にパワーが強くて、で充電の持ちも良くて、結構言うことないぐらいね、いいジンバルですね。それではもう間もなくね到着ですね。いや、思った以上に近かったですし、街ぶらしてたら本当にいいですね。今時刻は10時46分、ちょうどいいですね。大博物館ちょっと軽く周りを見て食事をして帰りたいと思います、ホテルの方にね。いや、ロンドンはもう一回がっつり行きたいですね。こんな街の間に急に出てくる感じですか。すげえ人になってるから多分そうですね。本当に住宅街に一気に急に出てくる感じなんですかね。いや、めちゃくちゃ並んでるいや、これちょっと歩道が通れないまであるな。渡りましょう、反対側からちょっと通りましょうかね。はい、ということで今ね反対側の歩道を歩いてるんですけど、はい、ご覧のようにって言って、あ、一応映ってますかね。いや、もう多分入り口の並びだと思うんですけど、非常に長い流れ目になってますね。こんな時間に来ちゃダメかもしれないですね。はい、これは回転を狙ってきた方がいいぐらいですかね。いや、すごい。ちょっと中に入れないんで、ちょっと外からね見物するだけに、おー、すげえ見えてきますね。いや、すごい。いや、やはり大英博物館ということもありまして、めちゃくちゃすごいですね。いや、これマジ中も並んでんのかすごい、まあ、間違いなく50人以上は並んでますね。いや、これはすごいですね。
あ、でも写真は撮れそうちょっと遠目ですけども、はい、ダイヤ博物館見ることができました。ちょっと中のところまで行きたかったですけど、いや、ダメなのかな。はい、ということで、いや、すごい並びですね。あのね、中のこのエントランス部分もね、どうやら入れないということですんで、まあ、これはしょうがないですね。いや、すごい、こんなにすごいんですね、正直。はい、想像の10倍混んでますねこんな並んでると思わなかった。多分あれ、チケット持ってても多分あの並びなんだと思うんですね。いや、すごい、このダイヤ博物館もすごい迫力ですけども、本当になんか中心、町の中心に一角ドンってあるんですね。うん、しかも歩道もそんなに広くないから、歩道まで並びがめちゃくちゃ並んじゃって、通る人も大変ですね、これは。まあ、今コロナのあれでなんかあんのかな、ちょっとわかんないですけども、ワクパスがいるとかいらないとか、そういうのは。あら、学校の社会科見学ですかねかわいい。はい、行きましょう。まあ、2、30分かかるでしょうね、入るのに。ここまで並んでると、いや、やっぱりもうあれですよね、観光が再開された証ですね。まあ、ここまで並ぶのは大変ですけど、寂しい街を見るよりかはいいですよね。ではね、ホテル帰るついでにフィッシュ&チップスを食べたいですね。ということで、来た道を戻ってね、ホテル帰るみたいなので、ちょっとね、フィッシュ&チップスのお店を探して入りたいと思います。ちょっとね、それだけはどうしても食べて帰りたいです。まあ、あんまり美味しくないのか、めちゃくちゃうまいみたいな感じになるのか、ちょっとね、楽しみにしております。でね、この通りね、 HIS のこれ日本の代理店なのかな、そんな感じで HIS プレミアム、ジャパンプレミアムって書いてある。でも日本ショップなのかな、お酒とかね置いてあるんで、多分日本食のお店っていう感じですかね。はい、あの HIS って聞くとあの HIS をね思い浮かべますけども、まあ、食べ物が売っている感じで、もう HIS では多分ないと思うんですよね。うん、和牛も売ってるみたいですね。はい、面白いですね。獺祭が売ってる。あ、でも柚子酒とかも売ってる。扇子が売ってたり。ではちょっとね、あのお店の方に許可を取りまして、中入らせていただきました。いや、本当にこのお店の中はもう本当に日本ですね。お茶があって、麦茶があって、いや、麦茶とかめちゃくちゃ飲みたいな。でもやはりね、ロンドン価格なんで 2.69 ユーロしますんで、まあまあしますよね。まあ、これはもうしょうがないですね。で、こちら側には味噌とかね置いてあります。すごくないですか、本当に。油揚げとか、あと冷凍食品のたこ焼きで、2階はスキンケアとかあるみたいですね。いや、すごい。で、地下にも あるみたいで、こちらにはお米とかたこ焼き器まで置いてある。いや、すごい。ホットケーキミックス、片栗粉、カレー粉とかねありますんで、いや、本当にここは日本ですね。オーナーの方も日本の方で、日本の醤油だったり何でもありますね。いやー、いいなー。調味料等々も揃って、カップ麺はないのかな、あるのかな、あのお菓子とか海苔とか昆布、あとうどんですね。すごい、こういう袋麺系はね置いてありますね。あ、味噌汁もやっぱりあるんですね。ふりかけもある。いや、いいな、すごいですね。八丁味噌とか置いてあります。いや、非常に豊富。いや、これはロンドン来て日本食恋しくなったらここいいですね。概要欄にお店載せておきます。地下の方にも今入れさせていただいたんですけども、いや、すごい、日本の名だたるお酒が獺祭まであるのはちょっと衝撃ですね。これを見ると ANA のプレミアムクラスを思い出す感じですね。はい、もちろんアサヒスーパードライもあります。いや、いいな、飲みたいで、こちらにはあ、ウイスキーとかもあるんだ、すごい。
いやいいですね。こちらにもちょっとここまで来ると私は分からないんですけども、いやめちゃくちゃたくさんありますということで、ちょっとねあの HIS の文字が気になりすぎてちょっとね聞いてみました。ここね HIS って書いてあるじゃないですか、旅行会社の同じマーク。こちらね HIS が運営している、小売店ということで、まあ、あの日本食はね、いろいろ売られてるっていう感じなんですよね。で中ねあの撮影した映像ね今流れてると思うんですけども、こちらはですね HIS の社員の方がね、運営されているっていう感じで、もう中はね本当に日本ですね。はい、で日本のね食材、まあ映像ね流れてる通り、まあお茶からね味噌までお酒お米何でも買えるっていう感じで、いや非常にいいですね。またこの HIS の文字があるとね、あの安心して入れる部分もあると思いますんで、ぜひねロンドン来た際には、日本食ね恋しくなったら、もう味噌汁とかもね売ってたんで、はい、わざわざ持ち込まなくてもこっちで買えるっていうね部分もありますんで、ちょっとカップラーメンはねなかったんですけども、お米等々はねありますし、お酒もねめちゃくちゃ種類あったんで、ここはいいんじゃないでしょうか。他にもね結構支店があるみたいなんで、ちょっとまた違う都市でねあるか探してみたいと思います。いやいいですね。ちょっと私もあの麦茶ね見て買いました。いやいいですね、はい、これちょっと飲みたくなりますね。お茶とかもうしばらく飲んでないんでね。ということで、いやーいいですね、はい、で経営されてる方もね HIS の方で、またね日本人の方ですんで、あの日本語が恋しくなった時にもねいいんじゃないかなと思います。日本語普通に通じますしね、最高ですね。ということで、あの撮影ね、あの許可していただいて本当にありがとうございました。ということで、私はねフィッシュ&チップスを求めて歩きながら帰りたいと思います。ちょっとねやばいですね時間が。行きましょう。ということで客室にね帰ってまいりました。ちょっとね予定を変更しまして、先にパッキングを終わらせてですね、今もうパッキング済んでますんで、これからチェックアウトして、で行きとね、来たルートと一緒でパディントンに行って、そこからヒースローエクスプレスで、ヒースロー空港に行くっていう風になりますんで、まあ、その行く途中でねなんかありそうだったらね、あのフィッシュ&チップスねまだ諦めておりませんので、まあ、食べれたらななんていう風に思ってるんですけども、もしねなかったらね、まあ、今回ね諦めようかなっていう風に思います。お腹はねもう結構空いてるんですけども、あるかなそれちょっとね探していきたいと思います。ということで、今回ねヒルトンパークレーンホテルですね、今回こちら8万ポイントで宿泊させていただいたんですけども、まあもともとねここは400ユーロぐらいのね客室があの一番低いねカテゴリーっていうか安い部屋っていう風になっておりまして、まあ今回ねあのスーパーアップグレードでねあのスイートルーム入れてもらいましたけども、400ユーロの客室がまあ8万ユーロポイントぐらいでね宿泊することができますので、まあ大体1ポイント1円いくかどうかぐらいかですかね。あの今ねあの円安がすごい進んでますので、あの現金決済でね日本円にするとすごい高くなるんですよね。ですのでそれを考慮入れると、まあ1ポイント1円いくかなっていう感じですね。まあでもねここはヒルトンホテルのヒルトンという風になりますんで、ウィーケンド無料宿泊特典とかねそういったところでもあの宿泊することができるっていう風になりますんで、ポイント無料宿泊特典ね持ってる方はですね、こういったところでね使っていただくのがねかなりいいのではないのかなと思います。またねダイヤモンドステータス特典ね、今回朝食ラウンジね利用させていただいて、レイトチェックアウトもね利用させていただきましたので、ステータス特典ね十分使えるのではないのかなというふうに思いますので、ぜひね皆さんも利用してみていただければなと思います。ということで、もうねパッキング済んでおりますので、チェックアウトねしていきたいなと思います。では行きましょう。